ジョン・ホレスト・ディロンは、アメリカ合衆国の放送、連邦裁判所やアイオワ州の州裁判所の判事を、歴任した。ディロンは、アメリカ合衆国の州の権限が、基礎自治体を統制しうるものであるとする、極めて影響力の大きな論文を表した。ディロンは、ニューヨーク州、モンゴメリー郡、後のフルトン郡、ノーサンプトンに生まれた。19歳で、アイオワ大学で医学に学んだ。 その直後には医師として活動を始めたが、実務経験による放送資格の取得を目指して医業は断念し、1852年にアイオワ州で放送資格を得た。エヴェン・レザー・クックと組んで弁護士事務所で働き始めたが、1853年にスコット軍の検察官に選出され、さらに1858年にはアイオワ州第7巡回裁判所の判事に選出された。 1864年1月1日には、アイオワ州最高裁判所判事に承認し、1869年12月31日に辞任するまでその職にあった。その間には、州最高裁判所長も2年務めた。1869年に、アメリカ合衆国大統領、ユリシーズ・グラントによって、合衆国巡回裁判所判事に任じられ、後の 第8巡回区構想裁判所を担当したアイオワ州ダベンポートにあるディロンメモリアル。連邦判事の職にあった時期にディロンは基礎自治体の構成に関する最も初期のまとまった研究の一つであるミューニセプルコーパーシャンズを表した。1876年にはリムーバルオブケーシーズフロムステートコーツ2フェデラルコーツとミューニセプルボンズを刊行した。 1876年2月17日、ウイスキー汚職事件の裁判で、ディロンは、グラント大統領が、オービル・イバブコックを弁護する形で提出した、宣誓証書について、法的に容認されるという判定を下した。巡回裁判所判事を退任した後は、1879年から1882年まで、コロンビアロースクールの教授となり、不動産やエクイティについて講じた。 1891年から1892年にかけてはイエール・ロースクールで教弁を取り、この時期にはアメリカ放送協会会長も務めた。その後、ディロンは1914年にニューヨークで死去するまで弁護士としての活動を続けた。アイオワ州、ダベンポートの中心市街地には1918年にディロンメモリアルとして、 ロマネスク様式のインディアナ州産石灰岩に彫刻家ハリー・リバが彫刻を施した石柱が建てられた。1853年、ディロンはアンナ・マージェリー・プライスと結婚した。夫妻の間には二男一女が生まれた。妻のアンナと娘のアニー・ディロン・オリバーは1898年7月のフランスの客船ラ・ブルゴーニュの沈没事故の犠牲となった。 ディロンの長男ハイラム・プライス・ディロンは、アイオワ州で弁護士となり、連邦裁判所の公文書保管所長となった。ジョン・カイ・ディロンの妹は、アイオワ州、ダベンポートの証人ジョンビー・ジョーダンに嫁いだ。夫妻の間に生まれた娘ジェニーは、ルイス・ステンゲルと結婚し、この夫婦の間の息子として生まれ、王王子であるハンジにあやかって名付けられたチャールズ・ディロン、ケイシー・ステンゲルは、野球界で、選手、 指導者として長く活躍した。州政府が地方政府に対して優越するという理論は、1868年にディロンが下した判決の中で述べられ、ディロンの法則として知られるようになった。地方自治体の起源は、衆議会に帰するのであり、その権限はすべて衆議会から引き出されている。衆議会が地方自治体に生命を吹き込むのであり、それなしに、 地方自治体は存在できない。衆議会は創造するのであるから、破壊することもできる。破壊できるのであれば、権限を縮小したり統制したりすることもできる。一方、クーリードクトリンと称される、ホームルールの理論は、固有の権利としての地域の自己決定権を主張する。これに同意する意見としては、ミシガン州最高裁判所判事だった、トマス・エムクーリーが、 1871年に下した判決で地方自治は絶対的な権利であり、州はそれを奪うことはできない。の中で、理論は、州の権限には、州や連邦の憲法に定められた。制約の他には何の制約も課されないが、基礎自治体が持つ権限は、基礎自治体に対して付与されたものに限られるのだ、と説明した。自治体の権限について、 このように捉える定型的な見解を理論の法則といい、地方自治体は州の立法府が明示的に付与した権限、その付与された権限に必然的に付随する権限、地方自治体の存立と機能にとって本質的かつ不可欠な権限のみを持ち、権限の付与に関する曖昧さはいかなる場合も自治体にとって不利な形で解決されるべきであって、 自治体の権限は狭いものとされ、また、州は自治体が付与された権限を補うための方法を特定して指示する必要はなく、合理的である限りいかなる方法を選ぶことも自治体の裁量に委ねられる。合衆国最高裁判所は1九百七年のハンター対ピッツバーグ市事件の判決においてミューニシップルコーパーシャンズを引用して理論が強調した州の権限が 基礎自治体に優越するという見解を全面的に採用してペンシルベニア州の権限を支持し住民の大多数が反対していたにもかかわらずアレゲニーをピッツバーグ市に編入できるとした最高裁判所の判決は理論による公共団体自治体と民間団体の区別に基づいて州は契約権を侵害することなく 基礎自治体の検証を自在に変更したり廃止できるとした。しかし他方では州が新たな法を制定したり州の憲法を改定して明示的にホームルールを許可することは妨げられなかった。合衆国では何百もの判例が議論の法則を採用して基礎自治体の権限を決定してきた。議論の法則への批判としてはこの考え方が コミュニティの自己決定権に不合理なほどの緊張を付加し、民主主義の足元を掘り崩しているという主張や、局地的な自治は自然権の問題であり、上位の政治構造から付与されるものではないといった議論がある。一部の論者は、議論のアプローチは、都市自治体が元々腐敗した統治機構であるという、その当時の見解から引き出されたものではないかと示唆している。その後、 自治体の腐敗に関する公の認識が大きく減少したにもかかわらず、ディロンの地元アイオワ州を含め、ディロンの法則を採用せず、ホームルール州と称された諸州は、数の上では少数にとどまり続けた。デイビッド・ワイ・ミラーは、ディランはアメリカ合衆国の都市の定義に関わる、非常に大きな政治的権威を持ちながら、法的な権限をほとんど持っていないという中核的な、 パラドックスに触れたのだと論じている。彼はディロンが自治体を指して、州立法府の意向に基づいた、単なるテナントに過ぎないとし、立法府がペンで一筆すれば消し去られると述べていることを指摘している。その一方でディロンは、地方自治体の消去は、大いなる愚行であり、大いなる誤りであるとも記している。ありがとうございます。